得てしてアルファロメオの場合は、パワーユニットといいますかね、エンジンと足回りは比較的同スペックの同じ仕様の場合が多いんですね。ただしやはりボディの形も違いますんで、ホイールベースが変わったり、それからボディの形状に沿った形で重量も変わったりしますね。そうするとね、ホイールベースが短くなって、かつタイヤの位置からフロント側までの長さ、後ろのタイヤの位置からリアエンドまでの長さ、これによって車のバランスの上での重量比が変わってきますよね。そうすると全てハンドルを切った時の応答性に変化が生じるわけですね。仮に同じ排気量で違うモデルの場合でも、その味っていうのは、乗り味っていうのは変わりますね。じゃあ意外や意外、こっちを求めてたのにこっちにしてみたら、ドライビングフィールがすごく自分に合ってる。ありおります。うん、それはもう本当にでも乗ってみないとわからない。わからない。だから、まあ、現実的に初めて仮にアルファロメオを選択するんだったら、アルファロメオを選択する時の、さらにはその次のモデルの選択ということになると、難しいでしょうね。まあいろいろ諸条件はあると思うんです。購入する価格の上での予算の問題とか、どのモデルでもいいから、アルファロメオを乗ってみたいということであれば、まずは基本的にしっかりしてる車、どれから入ってもいいんじゃないでしょうかね。その上で今度はその次の、いや、やっぱりこっちはどうかなっていう形でね、まあ試すつってもね、子供が三輪車買うレベルの話じゃないんで、大変は大変なんですけども、じゃないとステアリングを切った時の応答性とか、アクセルを踏んだ時の応答性とかいうのは全然わからないと思うんですよね。ましてその車両状態、コンディションが良くなければ、それはそれで本来持ってるポテンシャルじゃないっていう。違いますね、全く違いますね。つくものは同じ風景で欠品なくついてても、その中が、まあ、場合によっては疲れ切ってたりということになると、本来の応答性は出ないですよね。比較的これは状態がいいよねと言われるようなオールドアルファを購入して、本来持っているのに近いフィーリングを出すには、いくらぐらいその追加していくとですかね。まあ一般的に言えば、個人から譲り受けるにしても、どこかのお店で購入することになったにしても、多分その場合はエンジンはかかるし、一応は動くという状態だと思うんですね。まあまあ、それが平均的なレベルで一応動くということであれば、まずね、ブレーキも効くんだけど、車検も取ってあるから、効きしろというか、効き味が本来のものとは程遠い場合が多いですよね。それから足回りから音が出てるかどうか、ハンドルを切ってバックしたり車庫入れしたりの時に何らかの音が出るとか、あとまあある程度の速度でコーナーを回った時に音が出るとか、ああいうことになると、まずはブレーキを一度、理想的には全部を確認して、必要な場合はオーバーホールをすると、で必要なところには必要な新しい部品を組み替えると。足は足でやはり音が出ている理由をはっきり突き詰めて、何らかの部品が消耗しているようであればそれを交換する。そういうところから入れば、だいぶ味は変わってくると思うんですよね。で、得てしてみんなこう長年乗ってきて、一応動くけどもっていうことで、エンジンをどうこうするかっていうに飛びつくんですけど、僕はね、それ逆にね、他のものを整理した最後にした方がいいと思う。
まあ、動かないエンジンもかからないっていうんじゃこれはまた別なことが必要ですけども、まだ一般的には動いてる車でしょうから、何でもかんでも全部投入するのはそれは理想に沿った形でいいんですけど、なかなか現実それも追従しないと思うんで、ブレーキ足回りでしょうね。最終的にもう本当にこの車やっぱり自分の感覚に合うと、エンジンも疲れてきてるの分かると、で他のことをちゃんと整理してきたらば、やっぱりブレーキも本当によく効くし、曲がり角コーナー走っていってもちゃんと追従するようになってきた段階でエンジンに手を出す。エンジンをオーバーホールしますとね、出力上がりますから、今まで問題なかったミッションのギアボックス、場合によっては後ろのデフレンシャルのそこに対する力の具合っていうのが当然変わってきて、場合によればエンジンをやることによってミッションもデフもオーバーホールをせざるを得ない状態になってくるんですね。だからそこら辺の手順を間違えないようにして順々にやっていけば、まあまあ懐とバランス取りながら付き合うことはできると思うんですよね。ミッションデフのギア関係っていうのはまだ全然部品のストックってのはあるんですか？出てます。そういった意味ではアルファロメオは、まあアルファロメオでもいろんなモデルありますから、特殊なモデル以外はまあまあそんな苦労しないでも入ると言っていいんじゃないでしょうか。ただ質的にこの前の話じゃないですけども、まあ場所によるよって部品の内容によっては質的な問題っていうのがちょっとね出てきてますので、それはちょっと頭に置いとかなきゃならない。ただ技術的なことが本当によく分かる方のオーナーさんと話したりしてると、別にアルファロメオだけじゃないみたいですね。いわゆるリプロされた供給パーツっていうことに関しては、いやそれアルファロメオだけじゃないですよっていう話はポロポロ出てきてますよ。だから世界的な方向性なんじゃないですか。悲しいから。まあ、でもないことはないっていうことですね。そういった意味では助かりますね。30年ぐらい以前はいわゆる雑誌の世界とか口コミのレベルだったんですけども、そこまではね、いろんな車が置いてあるような自動車屋さんに結構眠ってたりしたんですよ。とか個人だろうお宅の駐車場にホコリをかぶって置いてあるとかいうものがあって、かつあこれは普通に付き合ってきたんだなという良質な意味でのただの時間経過に伴うその車の存在ってのがあったんです。ところが今はどういう理由か知りませんけれども、古いアルファロメオはいい値段で商いされるっていうことが知れ渡って、結局じゃあアルファロメオをちょっと手直して売ればかなりの利益が得られるねという上で、今まで眠ってたような車が物色されて見た目綺麗な状態で店頭に並んでるっていうことが多いので、昔のような環境とは違うんですよね。なかなかケースは少ないんですけども、良質なもので眠ってるものを掘り出すという本質的にしっかりしたものはね、すごい労力は使うでしょうけれども、まだなくもないかもしれない。